こんにちは、オーライトです。クロスサマナー実況続きやっていきたいと思います。前回はですね、ここです、魔の森の出口からやっとこさ出られたね、青たちで、今回は魔の国の鳩場へ向かいます。さあ行きましょう。ちなみに港町なのかな、ここはね、どんな感じなんだろう。お、やっぱり港別れ、はい、ということで別れの港ということなのでね、どんな別れが待っているのかちょっと期待しながらやりましょう。じゃあ行きます、スタート。はい、ということでパーティーを選びました。前回同様水パーティーで行きましょう。フレンドにはこのバルナーさんを連れてね、で前使ってたユリアーネも入れまして、まあ強いんじゃないかなと思います。ただ最近属性がねあれなので、第3章第6話別れの港、港が見えてきた。もうすぐだにゃ。銃士隊構え。いきなり撃たれてるよ。また銃士隊、どこまでもしつこいな。お前がおとなしく捕まればいいだけのことだ。はは、それは無理な話だな。貴様、どうしても行かなきゃならないんだ。どいてもらう。はい、ということで行きましょう。いきなり銃士隊に会うと思わなかった。もう終わったと思ってたのでね。さあ、ということで、まあ今回ってことはもしかして反対属性？いや、そんなわけないよね。さあ行きましょう。あ、やっぱり反対属性じゃないか。銃士隊はね、だいたい緑の敵が多いので、火属性、敵が、あ、風か、風属性が多いので、やっぱ厄介なんですよね。ただ、やっぱり、反対属性にも勝てるようにならないと、いちいち負けてなんかいられないのでね、あ、待って、倒れてなかった。終わったと思ったのに。はい、OK じゃない？あ、まだだったー。はい、すいません。はい、ということで次のバトルいきましょう。今回 5もある、長い。さあ行きましょう。とりあえず光線騎士だけをちょっとやっちゃって、あとは硬いので、まあここからゆっくりゆっくりゆっくり攻めていきましょう。ちなみにバレナーがね、いい働きをするのではないでしょうか。あと真ん中のね女の子、名前覚えてない、なんだっけ。もうかなりいい働きをするんじゃないでしょうか。とりあえずここはまあ結構時間もあるのでね、どんどん攻めていきましょう。 OK。 はい、じゃあ次いきましょう。第3バトルもほとんどやり方は変わらないぞ。まず光線騎士からやっていくぞ。俺は一番厄介なんでね。銃士隊はまあ長距離攻撃なので、ピュアボーターで回復しよう。一回回復しよう。あれですよね、ピュアボーター回復量少ないですけど、まあ、回復になるので結構使い勝手がいいですね。さあもう少し、あと少し、あと少し、 OK、 いいんじゃない。今回は水パーティーでも結構いけるんじゃない。ほら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 、いいぞいいぞ。もう一回回復しましょう。待って、お、なんか今すごい絵が見えたよ。はい、ということで OK ですね。はい、ということで次のバトルいきましょう。おっと OK、 火ならね、まだ余裕です。火なら、さあいきましょう。まずバルナーでいきましょうね。さあ、さっきから後ろでなんかこのドラゴンさんが動きたそうなのでね、いきましょう。オッケー。じゃあ行くよ。こっから始まるストーリー。行きましょう。オッケーオッケー。やっぱドラゴンバイトはね、かっこいいっすよね。ちなみに出してる竜って。てか、竜がかっこいい。どうしても竜がかっこよすぎる。さあ、もう少し。あと少し。あと少し。よし、OK。で、まあ、ここでね、フラッシュエッジも振り加えながら、ただね、ボスバトルで、あれなので、絶対に一人は、ボギーキャラを残したい。さあ、ということで、ボスラッシュ来ました。ボスバトル。
そしたら獣死体よりもこのエリミネーターだけかと行きましょう。なんかちょくちょくドラゴン入ってくるね可愛いからいいけど。 OK、 行きました。じゃあ行きましょう。ここからまずはエリミネーター、カメね、エリミネーターを行きますよ。まあ反対属性っていうのもあるので結構ここに来やすい。そして早くない？またはじめが溜まっている。さあ今回のキャラはレベルがね、十分に育ってないキャラも多いので結構ここまで来てるときついキャラもありますね。特にユリアーネなんて、ユリアーナは、ね、まだ育ちきってないので全然レベル低いのでそこをどう改善していくかによりますね。そして2層だよよし OK、ボス倒したからあとは獣死体をフルボッコするだけ、フルボッコするだけ。 OKOK、 いいよ全然いいよ。まずは誰もやられなければいいのさ。 OK、 勝ちました。よし、いや今回はギリギリでもなかったですね、かなり余裕ってことでクエストクリアしました。よし、さあコンボは一体何本、何コンボ、何コンボじゃない、ランクよ、ランクは B か。なんで B なんだ、オギフィニッシュがないのか、そういうことか。でまあ経験値もまあそれなりにもらえましたね。よし、あと少しですね。そうだな、みんな頑張ろう。海まで出ればまず簡単に追っては来られないはずだ。ルーはお魚しか興味がないのかなさあ行くよ次。はい、ということで別れの港に行きたいと思います。スタート。はい、ということでパーティーを選びました。今回は木パーティーで行きたいと思う、風パーティーで行きたいと思います。でまあフレンドにフォニーを入れまして、待てよ、フォニープラスフォニーで攻撃力 40% か、あ 40% じゃないか。今はフレンリーダーがバイカルなのでね、あけどフォニークリスマスフォニーしかいない。まあ行きましょう、スタート。さあどんな戦いを見せてくれるのか。止まれ止まれ、まだいたのか。なんだあいつは。全員あの妙な生き物に気をつけろ。な、何か出すつもりか。お、今回もルーは本気みたいですよ。さあどんな戦いを見せてくれるのか、いきましょう。え、ルーちゃん戦えるの。お、じゃあ今回は何を出すんだ。そうなのか。全員ボケろ。え、何も起きない。はい、ということでルーが作ってくれたその隙を見てさっさと倒しちゃいましょう。なんだすげえ攻撃来ると思ったのにな。なんかさ、あの鍵穴からなんか出てきて、なんかビヨーンってビームかなんか出てくると思ったのにな。騙された、くそー。またそして反対物性じゃないか。これはやっぱり最近あれじゃないですか、反対属性に当たること多くないですか。これ何狙われてんの俺は。まあインフォを見ないでやってる自分も自分なんですけど、なんかインフォ見ちゃうとね攻略が簡単になっちゃうのがすごい
嫌なので全然見ないんですけど、ただこんだけね、あの合わないってなると悔しいっすね。やばいな、かなり頑張ってますけど、これは負けるんじゃないですか。いけるか、いけるのか、いけいけ、わかんない、微妙微妙だ、やばい。そしてカリンがやられてしまいそうだ、やばい。ポニーもいい感じ、あやばい、え、あやられた、よっしゃー、うやられた、くそー。はい、ということでリベンジいきたいと思います。さっき負けたのはほんとダメだ、なんか反対属性にやっぱ弱いですね。で、パーティーがね、なんかこのスペルさん、なんか初めて見るキャラクターなのでちょっと取り入れてみました。さあ、まあ、弓タイプなのでね、どんな攻撃をしてくるのか楽しみです。そして、まあ、次の敵はあっけなくやっちゃいます。いきましょう。いやー、本当に負けると思わなかった。ただもう負けません、絶対に負けません。さあ、いくよ。さあ、おお、なるほど。すいません、今スペルさんの攻撃を見てみました。スペルさん行きましたよ。スペルさんドン、あれですね、なんだっけ、闇の銃持ってる、自分の名前出てこないダメだ、名前が出てこない、あのキャラと似ている攻撃しますね。なので弾をね、弾き出す、弾いて出していくっていう、もうこれで結構出したいですね。結構ロイヤル、あのダメージ、しかも 4段4つ作るからかなりコンボ稼げるし、外れもにくい、いいぞ。けどやばい、もういきなり必殺ゲージが足りない。はい、ということで、やばいぞ。必殺ゲージがほとんど、まあ、競技さっき使ったんでね、いけるんですけど、全然足りない。さあ、光線ロイヤルナイト行きましょう。違う、光線ロイヤルナイトに戦いに行くよ。さあ、津波を叩き上げて、よし、OK。で、からの、あ、スペルさんが溜まってる。じゃあ、行きましょうか。え？お？あ。すげえ。今出たよ。ドクロ。ドクロ出たよ。怖っ。ダメだ。スペルさんに絶対敵にしない。絶対敵にしない。もう味方にしましょう。スペルさんは絶対に敵にしてはいけない。ドクロ出たよ。あの、彼女、かなり怖い。怖いよ。何やってんの、飲み込んでしまいなさいとか言ってるよ。いや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 、圧倒的強さでしょ。はい、じゃあボスバトルもさらっといっちゃいますか。いやー、もうダメだ。ちょっとスペルさん脱帽だわ、怖すぎだわそして自分最近あれなんですよね、あの召喚石が溜まるたびに、ガチャを引いたりするんですけど、そのガチャ運の悪さかなり悪い。なんかずっと同じキャラを当ててしまうという、その奇跡に落ちてしまうというね。でよく当たるのがバイカルで、かなりバイカル使えるんですけど、もうバイカル減速しちゃってるんで、4段階まで限界突破しちゃってるんで、限界突破してるバイカル当たってもなって思いながらいつもやってますね。で、本当は新しい新キャラがすごい欲しいんです。本当はただ手に入らないっていう。はい、ということでボスバトルいきましょう。
さあ誰が出てくるの。もうね俺は怖くないよ何も。だってまず回復するでしょ。まず待って、黒騎士、待って、黒騎士、黒騎士かっこよくね。ちょっと超近くで見たい。あ、やっぱりかっこいい、黒騎士かっこいい。なんでしょうね、なんで黒ってかっこいいんでしょうね。なんか結構黒色好きなんですけど、黒の敵キャラとかなりかっこいいイメージがある。てかなんかなんだろう、黒ってあれじゃないですか、ダンディズム的な、ダンディズム、わかんない、なんか凛々しいっていうかしっかりしてるっていうイメージが強い気がする。まあ、青はなんか結構落ち着いたとか言うらしいですけど、落ち着いた色合いで、まあ緑は平和主義っていう意味で、赤が情熱的でね、黄色がなんだっけ、元気とかなんとかっていうイメージがあったはずですね。さあドラゴンバイト2回目、そして意外にコンボ数今回稼げてないですね。何が原因なんだろう。いやドラゴンバイト強いね、やっぱりあれなのかな、あ、ちょっとコンボ数プラス必殺ゲージがあんまりうまくつながってないんですね。さあそしたらまず1回回復させまして、さあ行きましょう、最後行きましょう。と怖い、スイートナイトメアはもう敵にしません、スペルさんはもう敵にしません、怖いはい、ということで勝ちました。いやー無事にクエストクリアしましたが、まあ1回負けてるんですよねこれでね。でまあ奥義フィニッシュなかったんでランクは B でしょうやっぱりね。いやー強かった、やっぱりあれですね、光闇の方が安定する可能性が強い、そんな気がする。卑怯者め、あ、すごい穏やかな BGM、 逃げていったか、はあ、よかった。大丈夫ですか、ルーの戦略が役に立ったおかげみゃん。まあそうだけど、立派な戦略だみゃん。でもなんだかさっきの兵士さんたち面白かったね。みゃみゃ、成功するとすごく気持ちいいみゃ。確かに兵士たちの反応は面白かったな、全員ポカーンってしてたしな。ふふ、さっきまであんなに不安だったけどなんだか元気が出てきたよ。そうだな、さあ、あと少しだ。はい、ということでね、やっと進めるみたいですね。もう兵士出てこないよね、もう兵士出てこないよね、やだよ戦いたくないよさあということで行きましょう、別れの港さん、難易度40だ、結構強いぞ、スタート。はい、ということでパーティーを選びました。フレンドね、自分持ってるキャラと一緒にして、まあ例のごとくフルコンボでいきましょう。コンボ稼げるし敵厄介じゃないしね、いけますねきっと。さあじゃあ今回の敵はどんな感じかな。あそこに船が、和の国までなら持ちそうだな。途中で沈んだりしないかね。どうだろう、海に落ちるのだけはいやみゃ。カツオと一緒に泳げるかもしれないぞ。ルーは泳げにゃいみゃ。え、ルーって金槌なんだ。大丈夫だ、お前たち海には出させねえからよ。クライブ団長、え、なんで団長。遅かったな、タグ獣主祭の奴らも倒してきたのか。どいてくれ団長、俺は行かないといけないんだ。行かせねえよ、さっきの話の続きだ。お前は精霊界で何を見てきた。
宝珠を狙う男がいるんだ。そいつは異世界にある宝珠を奪って黒金の魔術師の封印を解こうとしている。黒金の魔術師の封印を解こうとしているものか。ああそうなんだ。そいつが異世界にある宝珠を狙ってる。俺はそれを守らなきゃいけないんだ。世界中に言われたんだ、煉獄界の宝珠が危ないって。それに宝珠があれば奈良の記憶も戻るんだ。宝珠ってのがよくわかんないが、どうしてお前がそれをやらなきゃいけないんだ。理由はあるのか。精霊界の世界人に頼まれたんだ。俺とララニならできるって言われたんだ。お前が正直何を言ってるか半分も理解できていないが、お前はやはり王国に帰るべきだ。異世界には王国で編成した派遣隊に行かせる。お前一人で背負う必要はない。団長、それにその少女の記憶だって魔術によって戻せる。お前たちが王国を裏切ってまでする必要があるか。全部王国に戻れば解決する、そう思わないか。それはそうだけど。団長、何を悠長に喋っているんだ。メイラン区長、それに中止隊も追いつかれたにゃ。追いつくのが早いんだよ。やはり説得していた、甘い考えだ。坊やは王国の裏切り者だ、捕らえなければならない。中止隊どうしよう。おとなしく投降する。この数相手に選ぶ。おいおい、誰が勝手にこの場を仕切っていいって言ったんだ。貴様、王国の裏切り者をかばうならば容赦はしない。いや、目の前で他人に自分の部下を痛めつけられるのを見るのは気分がいいものじゃねえんだよ。団長、それが重視祭となりゃさらに気に入らねえな。だったら俺が無理やりにでも連れて帰る。悪いな、こうなりゃ仕方がない。力ずくでも王国に連れて帰るぜ。え、はい、ということで、ということで、もしかして、もしかしてなのか、まさかクライブ団長と戦うことになるんじゃないのか。これはいや、なんか違うぞ。ただクライブ団長めっちゃいい人、あ、やべ、見つかった。めっちゃいい人、あの青を信じて最後の最後まで説得してくれようとして、ただ話の半分も理解してくれなかったのはすごい悲しい。いやー、もうクライブ団長とは戦いたくないが、まあ戦えと言うなら俺は全力で戦いのめすよ。 OK、 さあ、総選ロイヤルナイト。まずあれなんですよね、意外と闇と光パーティーっていうのは安定してるんですよね。あ、痛い。あ、そっか、ガードすればよかった。ガードするパーティーいないと思う。はい、ということでディバインヒールいきましょう。回復もできるのでね、やっぱ回復パーティー結構優秀かもしれない。で、ガードもできるので、できるだけちょっと近づけておいて、あ、全然いけるね。さあ、OK で、これで次行きましょう。さあ、まず、まあ、じゃあ、ダコ敵はいけますよ。よし、オッケー。ね、結構開けないで。さあ、とうとう戦うことになるのか。おっと、違う。まだクライブ団長ではなさそうだ。黒騎士出てきた。黒騎士出てきた。いけてやろう。さあ、黒騎士を、黒騎士の弱点って魔導書なの。まずいいや、黒騎士はまずあっけなく倒しましょう。次の敵に備えてね。絶対クライブ団長だから。てか、クライブ団長って何属性なの。水なのかな。色的に水っぽいですよね。クライブ団長青ですよ。さあ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 、待って待って、 OK、よしよしよし、ということでボスバトルいきましょう。スタート。誰、おっと、待って、お主緑なの。水っぽいけど
緑だろ。ただこっちの闇属性パーティーに関しては絶対地元にも及ばないぜ。え、てかクライブ団長って二刀流知らなかった。さあもう風穴開ける気持ちでいきますよ。 S ランク取る気持ちでいきますよ。こっちはぶっ飛ばしますよ、ぶっ飛ばしますよ。ちょ、さっき噛んだ気がする。まあいいでしょう。いや俺の話奪って、待って待って、甲が殺風拳。何何、めっちゃいい声ですげえこと言ったぜ。そしてまあこれで勝ちますだと。強くなった。そうだよ、ライブ団長ごめん。勝つためには、進むためには仕方ないんだ、ごめんよ。はい、ということでクエストクリアしました。さあランク S ランク狙ったけど、奥義フィニッシュで決めたけど、どうなんだ。 A、 タイムボーナスが全然なかった。ララ、ドゥ、船に行け。ボイスがなくなった。団長、その覚悟に揺るぎはないんだな。きっと俺しかできないことだ。だから俺は行くよ。団長、すぐに船の用意。いや、いい、王国に戻ったら手配書を作れ。え、はっ。手配書、今手配書って言葉が聞こえたぞ。はい、ということでアイテムゲットしました。え、今クライブ団長は手配書を作れって言いましたよね。っていうことは青たちはもう囚われの身っていうことかな。追われる身、本当に追われる身になったみたいです。で次回行く場所は波打ち際の町、これはクラ島でいいんですかね、に向かいたいと思います。さあ追われる身になってしまった青たち、今度は手配書に乗るっていうことはじゃんじゃん敵が来るんですよね、きっと。まあそこにね、負けじと劣らず青たちの目的を果たしていきたいと思います。では今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。青ライトでした。またね、バイバイ。